守ってくれたのね。これで一緒にクラクサナリデビ様の誕生日を祝えるわね。そうだね、お祭りは明日開かれるのよ。あれだけ準備したからか少し緊張してきちゃったわ。緊張するな、クラクサナリデビはきっとみんなの思いを感じ取ってくれると思うぞ。うん、ありがとうパイモン。過信探査に来てくれたみんなには楽しい時間を過ごしてもらいたいわ。そうそう、オルモス港には行った？何か発見はあった？もちろん行ったぞ。しかもいろんな出来事があって。そうだったの、また羨ましい冒険をしたのね。もしまた機会があれば私も。お嬢様、その健康状態でまだオルモス港に行きたいって言うんですか？私に迷惑をかけるだけじゃ済まないですよ。ディシア、お前盗み聞きしてたのか。おい、これは影の護衛ってやつだよ。雇用主を取り巻くあらゆる情報を把握することも職務の一部なんだぞ。ディシア、もういいの。さっき私は行きたいって言っただけ。自分のことくらいはっきり分かってるから安心して。明日は祭りなんだからディシアも少しリラックスしてほしいわ。ずっと迷惑をかけてばかりだけど私はもう平気だから。うん、ドニアザードお嬢様にそう言われましても。安心してったら私の守護騎士さん。わかりました、今夜だけですよ。明日こそ本番、悪意を持った奴らが祭りの日を選んでやってくるでしょうから。ふわ、あ、港から駆け足で町に戻ってきたから二人は疲れていたのね。ごめんなさい、今気づいたわ。あなたたちに休憩用の部屋を用意しておいたの、ついてきて。うわ、お前っていいやつだな。行く行く。各種香料の購入完了しますよ。ここよ、一番近くにある私の仮住まいからも近いの。すごくいい感じだぞ。そんなことないわ、お礼はいいから。その代わりまた機会があればもっと冒険の話を聞かせて。それオイラ得意だぞ、次はオイラが教えてやるよ。あ、もしよかったら明日は一緒にお散歩しない？友達はみんな祭りで仕事があるし、ディシアは私のことを陰で護衛すると思うから。そうだな、特にディシアなんかずっと疑心暗鬼でいたらピリピリした空気になっちゃうもんな。じゃあ明日の朝近くの市場で待ち合わせしましょう。二人とも早めに休んでね。おやすみ、ダニアガード。興奮して眠れなくなっちゃいそう。それじゃあまた明日。オイラもワクワクしてきたぞ。過信探査には美味しい料理があるのかな。ダメだ、想像するとお腹が減って眠れなくなっちゃうぜ。早く寝ないと。旅人、中に入ろうぜ。ちょっと寝坊しちゃったかな。早くドニアザードと合流しようぜ。
旅人、パイモン、待っていたわ。おはよう、ドニアザード。オイラたち、ちょっと寝坊しちゃったみたいだな。ひひそんなことないわ、私が早く来ちゃっただけだから。ついにこの日がやってきたのね。1分1秒を金のように大切にしないと。ドニアザードはこの日のために頑張ってきたもんな。思いっきり楽しもうぜ。そうね。でも昨夜はあまり眠れなかったから、最後まで体が持ってくれるといいけど。じゃあ行きましょうか。まずはあそこの屋台から見てみましょう。過信探査日では補助金の受け取りを断って自主的に出店する業者も多いの。まずはその人たちの応援に行きましょう。補助金を断るなんて、出店する人たちってお金目当てのやつばっかじゃないんだな。クラクサナリデビ様の誕生を祝える貴重な機会だから、お金よりも雰囲気が大事ってその人たちは言っていたわ。お、あそここはハフトスインで使う料理を売っている屋台ね。お、見る目があるね。これを知ってる人はもうだいぶ少なくなってきてると思ったのに。キノコ、花、それからいろんな果物で、肉はないのか、ちょっと残念。で、さっき言ってたハフトスイーンって何なんだ？過信探査の伝統行事よ。昔の人たちは7種の料理を食卓に並べる習慣があったらしいの。一般的によく見られるのがルッカデバータダケ、サウマラタハス、ローズ、夕暮れの実、カルパラタハス、ハンラの実、ザイトゥン島などね。過信探査って精進料理を食べる日なのか。そういうわけじゃなくて、その7つの料理はあくまでスネールの神が持つ7つの美徳を象徴しているの。じゃあ精進料理が草の国であるスメールの神を象徴するものなら、炎の国のお祭りだったら焼き鳥、焼肉団子、ステーキとかばっかになるんじゃないか。旅人、オイラたち予定よりも早くナタに行こうぜ。願いが叶うといいわね。よし、じゃあ他の屋台も回ってみようぜ。君たち、錬金占いを試してみないかい？錬金占い？なんだか変な組み合わせだな。だろ？これに初めて巡り合った時、僕もそう思ったよ。伝説ではクラクサナリデビ様が発明したらしく、謎に満ちたものなんだ。それで具体的に何をすればいいんだ？やり方は簡単さ。お客さんの持ってるものの中から錬金術の材料になるものを無作為に2つ選んでもらい、僕が錬金術を行うんだ。ずいぶん適当だな。そんなの失敗するに決まってるだろう。いや、失敗するのが正解なんだ。この占いは錬金が失敗した後の粉塵を読み解くものなんだよ。クラクサナリデビ様によると、万物は互いに関係し合っていて、全てのものが運命を指し示すことができるそうよ。これもある種の古代の知恵なのかもしれないわね。ドニアザードの説明を聞くとは、なんだかそれっぽく感じてきたな。まさかお前らグルなんじゃないよな？そんな深い意味があったのか。君は博識なんだね。どう、やってみたくなった？よし、少し待ってね。月が見えてきた。オイラにも見せてくれ。そうか、なんだか一口かじったパイみたいだけど。そうだね、月となると、つまり、ちょっと待ってね。
こいつこっそり本で調べてるぞ。ああそうだった、これは虚言と嘘を意味しているんだ。虚言と嘘、あまりいい結果ではなさそうね。まあでも自分の直感を信じ、心の中の恐怖を克服すれば太陽は必ずや昇るだろうって本には書いてあるよ。本で調べたってことはもう隠す気ないんだな。やっぱり運命は表面を見せてくれるだけで、結末を迎えるには自分を頼らないといけないのかもね。ありがとう、参考になったわ。いやいや、実は僕もまだ勉強中の身なんだ。なかなか面白かったな。よし、次の場所に行こうぜ。そういえばもうはるか昔のことなんだけど、家臣誕祭はとても賑やかな祭りだったそうよ。特大のフロート車が街中を巡り、人々は花やお菓子を振りまき、お酒を掛け合いながらフォルモス港へと向かったの。ドニアザードの目が輝いているぞ。ちょっと憧れてるの。でもニーローの家臣の舞もきっとそれに引けを取らないはずよ。ファーリス、ファーリス。やあ兵士諸君、ご褒美のヤルダーキャンディーをもらうにはしっかりと隊列を組むんだぞ。変な帽子をかぶった変なやつがいるぞ。あ、ドニアザード姉さん。子供たちにとってドニアザードさんの魅力はヤルダーキャンディー以上なんですね。家臣誕祭の準備をした数日間で子供たちはすっかりあなたのことを好きになったようです。あら、神聖なる花の騎士、私の名を存じていただいているなんて光栄ですわ。あ、当然だとも。花の騎士ファーリスの名において偉大なる家臣誕実に貢献したことを称えよう。さあ小さな兵士たちよ、ご褒美のヤルダーキャンディーは持ったかい？それじゃ、暗草なりデビ様に忠誠を誓って退散。はい、ファーリス騎士。なんだこの小芝居。花の騎士ファーリスも家臣誕祭を象徴するものなの。昔はフロート社に花の騎士を演じる人が座っていて、子供たちから大人気だったそうよ。ドニアザードお嬢様のおかげで子供たちはこのような楽しい思い出を作ることができるのです。ええ、あなたもご苦労様でした、リハル。いえいえ。あ、そうだ、ヤルダーキャンディーはいかがですか？これも祭りの目玉みたいなものでして、ちょうどキャンディーの箱をいくつか用意してあるんです。どうぞ選んでみてください。選ぶって、これ全部同じものじゃないのか？そこがこれの面白いところなんですよ。箱の中のキャンディーは味がランダムに入っていて、何が出てくるかは運次第。味はスミレウリ味、ハンラのミ味、夕暮れのミ味。美味しそうだな。それからトカゲの尻尾味やオニカブトムシ味。おい、何なんだよその2つは。オニカブトムシ味のヤルダーキャンディーはトカゲの尻尾味よりも若干辛いのよ。まさかドニアザードは全部食べたことあるのか。大丈夫だ、オイラはお前を信じてるぜ。私も旅人はこういうのが得意な気がするわ。さあ、キャンディーの箱は左から順に5つの数字が振ってあります。何番にしますか？ああ、残念。ハンラの宮地でした。あれだけ大きな戦いを生き抜いてきたから、きっと運がいいもんだと思ってたけど、そんなことなかったんだな。夕暮れの宮地のキャンディーが入っていたのは、
実は4番の箱でした。ただば、お祭りはみんなで楽しむことが重要ですので、このキャンディーの箱は2つとも差し上げましょう。本当にいいのか？ありがとな、キャンディーの騎士。花の騎士です。キャンディーの騎士ではありません。パイモンはこのフロート車を持たない花の騎士にとどめを刺したようね。キャンディーも食べたし、そろそろ次の場所に行くか。そうだ、忘れ物を思い出したんだけど、ちょうどあなたもいるし、一緒に取りに行ってくれないかしら。きっとドニアザードは家臣探査のことで頭がいっぱいだったから、家を出るときに忘れ物しちゃったんだな。ごめんね。